8月1日から末まで1ヶ月間開催される第2回筆文字チーム浦河合同展に出展するための強化合宿、合宿ではないな。どうしたらいい？いつもモーニングに行く食堂カフェつむぎの定休日に合わせて練習をしました。朝10時から夕方5時ごろまで出入り自由で、好きな時間に行って書きました。筆文字教室もここで定期的に行われています。もう手が震えてばかり。でもこれもらって帰ろうかな。どうこんな長文考えられるんですか。すごい人だけ、組み合わせとるいろんなところ。あ、道ね、見てるなぜかこの畳めね、横の方が、あ、ここな。俺の愚かももうちょっと芸術的に描かなあかんな。習字になってんのかな。でもまずそこから、あの前の時に書いて習字ばっかりだ。これ左手で書いてたよね。あ、本当に。なんか全部こっちに流れてる。左手で、初級で、へえ、なんかね、しましたね。かわいい。これもうこれもいける感じやろね。このままでいけそうです。でもそれはそれで味があって、これこのままで、これパチって帰ろう。裏止めちゃう、あの裏付けっていうかな、もう一枚はんでて裏付けて、そんなに紙がキャッてなったら、まあ、そのまま落下をし、これ出されたらいい。これもこれ多分練習の時に書いてるじゃん。でもいい感じ。これもこの中や、多分思うわ。がええと思うよな。ここじゃないや、うん、ちゃんと絵にな。ここでも、ここでもない、ここでもない、ここしかないけど、寄せる、あの、鰹節みたいなやつ入っとる。寄せる、私なら寄せる。ここはおかしい気がする。ここよりちょっと上、分けた方がいい気がする。もうちょっと左ちゃん、いや、真ん中に、あの、この真ん中はダメって。あ、本当、うん、
面白みがなくなるとか、なんかそんな意味合いやったかな、何やったかな。でかいんちゃうん、それ楽観が私はここがいい。でも真ん中やね。真ん中っちゃ真ん中やろ。木を照らってなんかこの辺にいたおかしいね。お昼時間には美味しい焼きそばも用意してくださいました。これママ早く雨なんだ。暑くなるから即席の立食パーティーが始まります。楽しい食事会です。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。